ちこっち。お誘いが嬉しくて早く来ちゃった。それで用事って何かな？お買い物とか？改まってお祝いしてもらうなんて、なんだかちょっと気恥ずかしいな。そうだ、それなら誕生日ってことで一つ甘えてもいいかな。この前面白そうな森を見つけたからあなたと行ってみたいんだ。今日は一日付き合ってもらっちゃうからね。青い空にはまだ遠いけど、来年も再来年もずっとずっと一緒に冒険しようね。いいね、冒険のお誘いならいつでも大歓迎だけど、どうして急に？え？今日が私の誕生日だから。そういうことなら思いっきりあなたを連れ回しちゃおうかな。実はあなたと一緒に行きたいところがあるんだ。この前依頼の時に通った山の頂上、見上げると一面の青い空ですっごく綺麗なんだよ。今日は一日付き合ってもらっちゃうからね。青い空にはまだ遠いけど、来年も再来年もずっとずっと一緒に冒険しようね。プレゼントって、綺麗な石、この金色のってすっごく貴重なやつだよね。いいのかな、もらっちゃって。お仕事の途中で見つけた洞窟にあったの？ふむふむ、なるほど。それじゃあその洞窟に今から一緒に行ってみない？今日は一日付き合ってもらっちゃうからね。青い空にはまだ遠いけど、来年も再来年もずっとずっと一緒に冒険しようね。